はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこちらということですね。はい、皆さん、特大のニュースです。特大のニュースです。おそらく過去最大の特大のニュースです。はい、なんとですね、日本が誇る財務省、日本の財務省が戦争を起こしたがっているということが判明しました。日本の財務省がですね、日本を戦争に引きずり込みたがっているということをですね、なんと産経新聞がすっぱ抜きました。今、全日本人が度肝を抜かれてます。僕ちょっとうんこちびった。僕ね、うんこちびりました。はい。というですね、衝撃のニュースをですね、この高橋洋一さんね、多くの日本人がですね、信頼する高橋洋一さんのですね、記事をですね、読みながら説明していきたいわと思うんだけれども、いや、これどういうことかざっくり先に言っておくとですね、皆さん戦争を起こしたいと思ったらどうなるかわかりますか？どうしたらいいかすごいわかりますか？めっちゃ簡単なんですよ。はい。日本の近くの隣国ね、隣国とですね、国防費、防衛費の差をですね、もうダーンとつければいいんですよ。ね。例えばですね、僕が戦争したが、日本という国をですね、で、戦争がやってみたいと思ったらですね、日本の防衛費を今日から2円にします。日本の防衛費は2円。ね、中国の防衛費は26兆円。こうなったらですね、俺のもう中国ですね、今日にでも攻めてくると思いますよ。おい、日本の防衛費今2円だぞ。おい、超バーゲンセールじゃん。日本超今お買い得じゃん。いけ今行け。あ、米軍がいるくさ。そうなったらですね、多分ね、中国軍の前にですね、米軍が攻め上ってくると思います。米軍に先に侵略されちゃうと思います。いや、だってね、防衛費2円ですよ。防衛費2円の国なんて何にも怖くないじゃん。多分ですね、アメリカ軍とか中国軍だけではなくてですね、なんかね、台湾軍とかね、お友達だと思ったら台湾軍とかね、もう世界各国がですね、速攻で軍を起こしてですね、日本侵略に来ると思いますよ。だって防衛費2円なんだもん。何にも怖くないんだもん。はい、こんな感じでですね、とにかくですね、防衛費のですね、差、ね、国防費の差、軍事力の差がですね、もうね、取り返しがつかないくらい大きくなったら戦争と起きるんですよ。ね、ウクライナ・ロシア戦争を見てたら、それがもう一目瞭然じゃないですか。ねえ、だって、昔ね、ウクライナという国はですね、核を保有するですね、世界第3位の軍事大国だったと言われてますよね。その、ね、軍事大国がですね、核を捨てて、ね、兵器も捨てて、兵隊の数も減らして、もうね、お隣のロシアとはですね、もう比較にならないくらいですね、小さな軍になってしまいましたとさ、うん、そしたらですね、これを見たロシアがですね、あ、今だったらウクライナめちゃくちゃできそうということでですね、戦争わーっと起こしてきたのが今回のウクライナ、ロシア、ウクライナ戦争でございますよ。うん。でもね、ウクライナの思わぬ頑張りにですね、ロシア今ビビってるっていう笑える状況はあるんだけれども、こんな感じでですね、隣国のですね、お隣の危険な国とのですね、軍事力の差がですね、ドーンって開いてしまったらですね、戦争っていうのは起きるんですね。だからですね、これね、だから戦争をしたいのであれば、防衛費を上げるな、ね、防衛費を上げるな、むしろ防衛費を削減だ。そしたらですね、中国様がですね、そのうち日本に攻め入ってくるからですね、私たちは中国人になれるというですね、だから防衛費をですね、上げたくないって言ってる人たちはですね、もう戦争まっしぐら、もうね、もう猫まっしぐらくらい戦争にまっしぐらな方であるんですよね。まあそれと逆のことを言ってるのがですね、今自民党であったりとか、ここ安倍さんなんですよね。安倍さんはですね、もう戦争を起こすのだけはもう絶対に嫌だから、NATO並みの 2% ね、2% で言うとですね、日本の軍事費はですね、今ね、6兆円くらいと言ってますけど、2% になるとですね、10兆円を超えます。10兆円を超えるんです。例えばですね、今ね、軍事費の列で言うとですね、1位はアメリカなんですよ。で、2位は中国で26兆円。で、第3位がね、インドなんですよ、インド。インドなんでそんな防衛費高いのっていうところなんだけど、当たり前じゃん。だって、インドと中国ってくっついてるでしょ。で、もう紛争ばっかりやってるんですよ、インドと中国って。だからね、その中国のね、軍事費がガンガン上がって、アメリカに追いつこうとしているような状況なのに、で、あるに、あ、で、あ、でございますから、だからインドとしてもですね、もう日本よりも経済力小さい、インドでもですね、やっぱりね、防衛費を同じようにね、高めていかないと、防衛費の差がです、中国との防衛費の差がどんどん開いちゃうとですね、インド一気にやられてしまうんですよ。インドはそれが分かっているからですね、経済力は日本よりも全然ちっちゃいんだけれども、それでもですね、軍事力を高めるなということで、今ね、8兆円近い軍事費を積み増しているんだよね。そのインドが第3位というような状況なんでございますよね。うん、こんな感じなんだよね。で、それを見た安倍さんとか自民党がですね、日本だって中国のお隣なんだと、ね、日本と中国の軍事力の差はで、ね、どんどん開いていると、これはまずいと、なんとしてもね、この 1% とかいうわけのわからん突破もう、ね、制限を取っ払って、最低でも 2%、つまり10兆円ね、インドを超える10兆円ぐらいのですね、軍事費がないとですね、日本を守れないということをですね、言ってるのが安倍さんとか今自民党とかかな。でもね、5年以内に 2% っていうのは遅いと思うけど、でもね、さらに軍事費を上げるなって言ってる奴らでは1億倍増し、軍事費上げるなって言ってる奴は誰か、つまりですね、日本で戦争がしたいよっていう戦争愛好者をこれからご紹介してみましょう。まずはですね、公明党のですね、山口那津男でございます。軍事費はですね、絶対上げてはならんと、1% 堅持だと言ってですね、
ですね、なんとしても戦争まっしぐらだと、戦争がしたいと、日本人で戦いをしたいというですね、戦争大好きなのがこの山口夏男でございますね。あとまだいるよ。はい、蓮舫ですね、蓮舫ですね。なんかね、私もう牛丼は食べませんとかわけのわからんことを言ったらですね、お前、いや、あのね、あれはしゃぶ漬けが問題なんだって、別に牛丼は問題ないと俺は思うんだけど、まあお前バカだからな、まあ好きにしないよ。このね、蓮舫もですね、防衛費削減とですね、防衛費削減どころかですね、あの自衛隊削減と、自衛隊の災害救助活動も縮小というですね、とんでもないことをやらかしたんですよね。もう、そうですよね、防衛費削減と自衛隊もいなくなりました。戦う人間が消えました。ってなったらですね、それはもう中国がやっぱりね、バーゲンセールだーっつって攻めてきますからね、そういう状況ですね、さすが蓮舫作りたいんだね。まだまだいるよ。あと誰かいたっけ、あ、福島みずほ、はい、福島みずほもですね、これね、防衛予算はですね、うなぎ登りだとね、こんな防衛予算がうなぎ登ってしまうとですね、国防力が高まっちゃって、戦争が起こせないじゃないかーと、なんとかしてですね、この防衛費をですね、を削減して、そして敵基地攻撃能力もなくしてですね、とにかく攻撃する能力をなくしてですね、中国様との軍事費の差をドーンと上げてですね、早く攻めてきてくれないかなーっていう状況を作ろうとしていると。これがですね、福島みずほ、別名、超春夏でございますね。あと誰がいたっけ、あとマスコミだね。これね、さっきの動画でも言ったんだけれども、はい、ヤマビーお疲れ様でした。これね、自衛隊の方がですね、頑張ってくれたですね、あ、なんだっけ、なんか、山なんとかさん、誰だっけ、あ、山村さんだ、山村、あ、前会場爆露庁のためにですね、お疲れ様でしたという、この、ね、写真のこのメッセージを送ったんですよ。そしたらね、マスコミがですね、自衛隊のですね、評判を下げるためにですね、自衛隊が遊んでる、この大変な時に遊んでるっていうですね、もう超どうでもいい因縁をつけてきたと。こんな感じでですね、自衛隊のやってることにですね、ケチをつけるマスコミっていうのは非常に多いの。沖縄タイムスとかね、あ、琉球新報とかね、ああいう頭のおかしい人たちの集まりね、そういうマスコミが多いのでですね、気をつけますのは、やっぱりね、マスコミっていうのは好戦的だな、戦争を起こしたいんだな、まあ戦争やったらみんなテレビ見るからな、視聴率ドーンと上がるから、やっぱり戦争を起こしたいんだろうな。でもね、そういう考え方はやめた方がいいと思うよ、テレビ局。あと誰がいたっけ、これなんだっけ、これおお、キッシーじゃなくてですね、あのね、技術者の方々ですね。要するにですね、これね、世界各国はですね、新しい兵器をですね、生み出すためにですね、あの、各国の、あの、自分たちの国の技術者に命令をしてですね、軍事研究を頑張れって言ってるわけですよ。予算もドーンって何兆円もドーンって上げてるわけだけど、日本の場合はですね、技術者の方々がですね、戦争を起こしたくてしょうがないもんだから、技術力を高めてはならぬ、滝割りがあればいい、もう滝割りすらいらぬと、割り箸でいいって言ってるのがですね、日本の技術者なんですよ。だからね、割り箸でいいと思ってるから、日本の技術軍事研究何一つやってません。いや、ガチびっくりでしょ。なんかノーベル賞とかこんなに出しているんですね、優秀な日本人、全く軍事研究やっていないんですよ。だからね、科学者の方々、特にね、日本学術会議ね、日本学術会議の方々はですね、もうむしろね、日本国内のですね、この軍事研究を抑えるんだとね、日本の防衛能力を下げるんだ、そしてですね、中国だ、中国の千人計画に乗ってってですね、中国で軍事研究をやろうと。そしたらですね、日本と中国の軍事力の差どんどん開いてですね、そのうち戦争が起こるぞ、よしやれやれっていうことですね。もう戦争に対してですね、最短ルートをですね、やっぱ頭ええな、まあ、科学者の方々は頭ええんですよね。戦争が起こるね、最短ルートを辿っているというのがですね、日本学術会議の方々でございますという記事ですな。うん、こんな感じでですね、あの、日本のおパイの方とかですね、あのね、憲法9条堅持だとかですね、あの、防衛費を上げたら危ないとかですね、こういうことを言ってる人たちっていうのは、うん、もうね、ほんとね、もう猫まっしぐらぐらいですね、戦争にまっしぐらという状況なんだよ。ね、これほどね、この状況でですね、我こそが日本を戦争に引きずり込むリーダーであるというですね、名乗りを上げたのがなんと財務省なんです。今日ですね、これ自衛隊が、自衛隊じゃないや、自民党がですね、一生懸命ね、あの、防衛費をね、 2% に上げるぞって言ってることをですね、はい、来ました、財務省が抑え込みに来ました。何のために抑えるかって、戦争を起こしたいからに決まってるじゃん。他に防衛費をですね、抑え込む理由ってないんですよ。いや、ない。防衛費を抑え込む理由って何？戦争したいんですよ。だから財務省は逆に俺頭おかしいと思っていて、あのね、だからなんか、財務省って戦争を起こしたいわけじゃん。じゃあね、防衛費をね、僕が言ってる2円にすればいいんですよ。ね、来年の防衛費、2円ですって言った瞬間にですね、あの、中国がミサイル撃ち込んできますから、間違いなくね。うん、だからですね、これ、財務省ってね、なんかやっぱ、キャリア管理で頭悪いよね。こんな感じでね、ようわからんようにですね、こう財務、防衛費をね、抑え込もうとしてるんだけど、違うんだって、お前ら研究あるんだから、明日からね、防衛費を2円にすればいいんだよ。そしたらお前らがやりたいように戦争を起こされるよ。ちょっと読んでみようか、この記事ね。はい、財務省、防衛費増を牽制という形でですね、はい、財務省はですね、20日、財政制度等審議会のですね、分科会を開いて、政府がですね、検討を進める安全保障政策の長期方針、国家安全保障戦略などの改定に向けた、課題を議論したと。経済やですね、財政の構造強化はですね、防衛力を充実させる観点からも重要だとの見解で一致。そして自民党内で広がる、予算増額論をですね、牽制したと。それはもう何としても戦争を起こしたい。で、軍事力のバランスを崩して、
なんとしても戦争を崩したいと、戦争をやりたいと思っている財務省にとってはですね、やっぱり安倍さんとか高市さんとか、自民党の多くのですね、ちゃんとした方々っていうのはやっぱり邪魔なんだな、邪魔なんだよ、そういうことなんだよね。よ、わかるな、この記事な。財務省はですね、国民の生活や経済、そして金融の安定があってこそ防衛力が発揮できるんだとしてですね、指針などの見直しのですね、議論ではですね、有事に備えた財政、経済財政のあり方も検討する必要があると、主張したと。要するにですね、あれですよね、国民の生活とか経済が豊かになればですね、みんながたくさん割り箸を持てるわけですよ。ね、そしたら割り箸で戦えるという状況になりますから、俺何言ってんだろうな、ちょっと、という感じですね、財務省がですね、とにかく、ね、戦争を起こしたがっているということがですね、明らかになりました。で、この状況をですね、分かりやすく読み解いてくださったのが、僕たちの高橋洋一先生です。いきますね。これね、防衛費とですね、あとね、原発再稼働というところにまで触れていますので、結構ね、参考になると思います。僕が今言っていたですね、ちょっと夜迷い事なんだけれども、でもこれ真実なんだよね。防衛費を抑え込もうとしてる人たちの言う通りやったらですね、日本ね、マジでね、戦争まっしぐらなんですよ。ウクライナを見てればよくわかる。そういうところにも触れてくれてるので、ちょっと読んでいきましょうか。やっぱり高橋さんはいいね。とっても面白い。いきますね。ウクライナの侵攻で、日本の野党は、防衛費と原発再稼働というタブーに、どこまで迫れるのか、高橋洋一先生でございます。はい。防衛費増額に消極的なのは、やっぱり戦争愛好者ってことですね。いや、そりゃそうなんですよ。まさに僕がずっと説明してたら、その通りなんだよね。はい。安倍元首相はですね、4月の3日、防衛費を、GDP2% まで増額するべきだと主張しました。もっともですね、自民党はですね、昨年の衆院選での公約でも、NATO 諸国の国防予算の、対 GDP 比目標 2% 以上もですね、念頭に、防衛関係費の増額を目指しますと明かしてくれています。はい。一方ですね、連立をしている公明党の山口代表は、防衛費だけ突出、妥当ではないと、日本を何とかして戦争に引きずり込みたいというですね、この意欲を感じるんだけれども、この慎重な発言をしていると。公明党、共産党もですね、元よりですね、戦争大好きでございますから、防衛予算増額には強く反対をしていると。国際関係論をですね、現実主義から見る立場はですね、かねてから防衛費増額を主張してきました。そうしないと戦争起こっちゃいますからね、怖いもんね。それに対して理想主義者はですね、防衛費を増額するよりも経済依存度を高めることや国際機関の強化を主張してきたと。この度ですね、国連クソの役にも立たずっていうのがですね、このウクライナロシア戦争よう分かりましたけどね、今回のウクライナ侵攻により、理想主義者の言い分は説得力がゼロになってしまったと言われておりますと。はい。この本クラブの読者ならご存知だろうが、この高橋洋一さんというのはアメリカ留学時代ですね、戦争確率を減少される要因を、歴史データから定量的に分析をしたそうです。そのエッセンスはですね、2015年7月付のですね、このコラムにあるらしいですね。俺ちょっと後で読んでみよう。集団的自衛権をめぐる愚論に終止符を打つ、戦争を防ぐための平和の5要件を教えようにまとめていると。それを復習すればですね、1、防衛費を高めること、2、ね、アメリカなんかとの同盟を強くすること、3番、相手国が民主主義化することね、中国なんかは民主主義ないからね、4、経済依存度、そして5番目、国際機関参加、いずれもですね、戦争の確率をですね、左右するような要因なんだよね。ただし強い影響はですね、あくまでも防衛費と同盟と相手国が民主主義国家かどうかであって、4とか5はそれほど強くなかったと。で、今回のですね、ウクライナの事例は理想主義者が負けたという見方があるが、そうではないと。今回はですね、2と3が決定的だった。つまりですね、ウクライナには同盟国がいなかった、そして相手国、敵国というロシアはですね、全然民主主義じゃないっていうですね、この2つが決定的だったんでですね、従来の定量分析を否定しているわけではなくて、むしろ肯定しているとね。なおですね、こうした定量分析からすればですね、同盟強化を否定する安保法制に反対をしていた共産党や旧民主党はですね、戦争愛好者ということになってしまいますと。いや、実際そうじゃん。だって、軍事費の差が開こう、中国との防衛費、ね、軍事力の差をですね、どんどん開けるんだって言ってるのが、公明党とかですね、マスコミとかですね、立憲共産党とかね、社民党とかね、あの辺の方々ですからね、日本の技術者もそうか。だから彼らは戦争愛好者なんですね。高橋さん、よう言ってくれました。はい。そしてですね、日本を取り巻く状況を考えると、周辺国にはですね、非民主主義国として、中国、北朝鮮、ロシアがあるから、そこの3から見ればですね、日本が戦争に巻き込まれる確率は無視ができない。一方ですね、日米安保条約が あるせいでですね、日本はですね、アメリカと同盟関係にあるので2から一定の戦争確率は低減されていると。ね、そうなんですよ。だからね、オパヤの方々にとってはですね、このなんとかしてですね、日本とアメリカの同盟関係を解消したいと。アメリカさえいなくなればですね、日本はすぐに戦争ができるんだと思ってるわけですよね。怖いね、オパヤって怖いね。しかしですね、3つの周辺国は核保有国であり、軍事費支出も高くですね、1から見るとですね、日本への影響はあると。そこでですね、日本の防衛費がですね、議論
論になってくるというのは、まあ、当然でございますと。そしてですね、ドイツ左派政権も覚醒しましたね。ドイツはですね、これね、目覚めちゃいましたね。おっぱいに都合のあるように目覚めちゃいまして、軍事費をね、防衛費を上げていこうというふうな話になってるんだよね。世界各国の軍事費はどうなっているんでしょうか。ストックホルム国際平和研究所の、軍事費、GDP 費のデータが有名ではあるが、北朝鮮がないと。オーストラリアの、経済平和研究所のデータを加えて、150カ国のですね、この軍事費ランキングを見てみようと。で、まずね、軍事費の GDP 比の1位ね、実はちょっとコーヒー飲みます。GDP 比の1位がですね、北朝鮮の 24%。頭おかしいな、24%。むちゃくちゃすごいな、24% で。で、周辺国を見るとですね、ロシアは 4.3%、韓国は 2.8%、台湾は 1.9%、中国は 1.7%、G7 ではですね、アメリカが 3.7% のなかなか高いね。そしてイギリスは 2.2%、フランスは 2.1%、イタリアは 1.6%、カナダは 1.4%、そしてドイツは 1.4%、クワッドのですね、インドはですね、やっぱりね、中国と対抗しなければならないから、なんと 2.9%高いですね。そしてオーストラリアがですね、徐々に高めてきております。なんと今 2.1%。そして日本はですね、なんと 1.0%。低い！150カ国中ですね、121位であって、他の国と比べるとめちゃくちゃ見劣りがするという状況になっております。現在のですね、ドイツはですね、社会民主党、緑の党、そして自由民主党の連立政権ではございますが、民主党社会民主党と緑の党はですね、バリバリの左翼、ね、バリバリの左翼でございますので、左派政権なんだよね。しかしですね、このウクライナの実情ですよね。軍事費が下がっちゃったせいでですね、ロシアにあっという間に攻め込まれてしまって、このウクライナの実情に覚醒してですね、GDP 比をですね、2% にするぞと言ってます。今確か 1.4% でしたよね。これをですね、2% にするということをですね、左派政権が言ったら、要するにね、日本で言えばですね、なんだろう、立憲民主党がですね、軍事費を2倍にするって言い始めたような状況が起こってるんですよ。ね。そのくらいね、世界各国で危機感バリバリなんですよ。日本だけはこの伸びりしてんの、ほんと。軍事のですね、電子化、ハイテク化、ドローンなど、ですね、無人化がですね、世界の流れではあるが、それにキャッチアップしなければならない。近代戦はですね、ハイブリッド戦とも言われているので、情報戦略も必要です。またですね、日本の領土は多くの島があるので、その防衛にもですね、穴があってはいけないよね。もう本当その通りですよね。はい、日本はですね、専守防衛だと言われておりますけれども、抑止力のためにはですね、核共有の議論を避けてはならず、相手国が攻撃を思いとどまるようなですね、相手国への反撃能力を持たなければならないんです。いや、そう、こういう能力を持ったらですね、相手は攻めてこれなくなりますから、やっぱりね、軍事費を上げていくっていうのは本当に大事なんだよね。いずれもですね、十分な防衛費がないとお話になりません。来年度の予算を待たずにですね、今年度の補正からですね、もう手当てをするべきではないかと、戦争を防ぎたいと思っている高橋さんはおっしゃっておられます。はい、日本の左派政党は一体いつになったら覚醒するんだろうか。いや、覚醒するというか、高橋さんはね、一個で勘違いしておられます。日本の左派政党っていうのは戦争がやりたいんですよ。いや、だってさ、これ軍事費のね、開きが戦争を起こすというのは、もう世界共通のね、認識でございます。その上でですね、軍事費を抑え込みに来てるってことは、彼らは戦争がやりたいんです。だからもうすでに覚醒してるんですよ。戦争がやりたいっていうふうに、覚醒してるとしか思えないんだけど、どうなんでしょうかね。はい。ウクライナで変わった脱原発の流れ。ここね、脱原発のお話もちょっと面白かったよ。彼らのですね、トンチン感は防衛費だけではない。エネルギー政策もずれている。今回のですね、ウクライナ侵攻ではですね、ロシアのガスに頼っているヨーロッパ、シェールガスやシェールオイルの開発に消極的なアメリカ、ね、原発再稼働が進まない日本など各国のエネルギー政策の急所が疲れてしまいました。エネルギー政策はですね、多種多様なエネルギー源をミックスして安定的な供給をできるだけ安いコストで行うことが目標になります。その際ですね、安全保障の観点から一定のですね、国内供給をですね、確保するのがよろしいと思われますと。国内供給はですね、安定的な供給になるが、国内資源がないことやコストの面で不利になることもあるので、多くの国ではですね、海外供給に頼らざるを得ないという状況になっております。エネルギーの自給率をですね、2018年度のですね、状況から見てみると、アメリカはなんとですね、97.7% ですね、もう自国でね、エネルギー供給できてるらしいんですよ。すごいね。イギリスは 70.4%、 フランスは 55%、 ドイツは 37%、 そして日本なんと、エネルギー自給率 11.8%。 やばいね、やばいね。これエネルギー止められたらまた戦争起こすしかなくなっちゃうね。これね、大変だね。このエネルギー政策はですね、この10年くらいで大きな外部環境の変化にさらされていると。2011年の東日本大震災で福島第一原発が大事故を起こしたので、ドイツでは脱原発の動きが進んでしまって、日本でも原発再稼働はですね、簡単にできなくなっているという状況でございます。その上ですね、脱炭素化の流れもですね、各国のエネルギー政策の長期的
な動向に影響を与えている、各国においてですね、脱石炭火力の動きが進むとともに、短期的にはですね、天然ガス火力へのシフト、そしてさらに中期的には再生エネルギーへのシフトが起こってしまっていると、エネルギー自給率の低いドイツでは、ロシアからの天然ガスへの依存がね、これ大きいんですよね。しかしここに来てですね、ウクライナ問題が、ヨーロッパ各国のエネルギー政策に再び大転換させていると、ね、さすがにですね、今年中に全ての原発の配慮を決めているドイツは、稼働延長できなかったが、イギリスやその他の国ではですね、原発を増設だ、新しく作ろうという動きが出てきております。アメリカもですね、表向き環境重視の旗は下ろせないんだけれども、じわじわとシェールの増産をしていますとね、世界的なエネルギー不足を補うとともに、エネルギー価格の上昇をですね、和らげることになるでしょうと。ではですね、日本は原発再稼働に舵が切れるのか、これ切らなきゃいけないんだけどね。本来であればですね、野党が原発再稼働を言い出せばいいものを、これまでのですね、脱原発を主導してきたので身動きが取れない、もうガッチガチ、エネルギー問題でもですね、野党は覚醒した方がいいんですよというようなお話を、やっぱりね、高橋さんは賢いね、面白いよね。はい、というわけでですね、はい、衝撃の情報でございます。はい、世界共通の認識、隣国との軍事費のバランスが大きく崩れた瞬間に戦争は起こる。これをですね分かっているはずの財務省、防衛費を抑えて中国と日本との軍事費の差をですね、大きく開こうとしております。これは誰が何をどう考えても財務省が戦争を従っているとしか思いません。ということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。